大倉重作は日本の政治家。議会は十五位。君党は君四党。静岡県小笠郡大浜町長、静岡県小笠郡大東町長などを歴任した。静岡県小笠郡千浜村の出身である。千浜村は隣接する大阪村と合併し大浜町となったが、大倉はその町長に就任した。着任後は、 大浜町と接している上東村との間で合併を取りまとめ、1973年に大東町を誕生させた。1973年4月15日、大東町の初代町長に就任した。同日より1977年4月14日まで一期目を務め、 1977年4月15日から1981年4月14日までに2期目を務め、さらに1981年4月15日から3期目を務めた。在任中は当時注目を集めていた構造改善事業に積極的に取り組み、町ぐるみでの構造改善の推進により、全国的に名が知られるようになった。これらの業績が評価され、 1980年4月には、君四等随法賞を受賞している。しかし、三期目の任期の最中である1982年5月7日、現役の町長のまま休成した。公認の町長には、神谷翔平が当選し、同年6月13日に就任した。なお、死去に際して、1五位に除された。掛川市の市長に初当選した。 新村純一が挨拶に訪れたところ、大倉は、掛川氏が南北間の物流や省流を軽視していると伝えるなど、掛川氏の姿勢の問題点を指摘した。さらに、若い市長ができたんだから、もう、少し目の覚めるようなことを、掛川でやらなきゃ、俺たちは、掛川に関係なくなるよと述べるなど、新村を知った激励した。後に、 新村は大倉について、静岡県の町長の欠物の中の欠物と、表している。大倉の没後、大東町民体育館にいて大倉を偲ぶ、町僧が営まれた。また、その業績を称え、大東町役場には、大倉の胸像が建立された。後年、大東町役場は、掛川市役所大東支所に転用されるが、 大倉の胸像はそのまま残されている。小宝にも恵まれた。長男の大倉重信は、大東町議会議員を振り出しに、政治家の道を歩み、大東町議会議長、大東町助役、大東町長などを歴任した。大東町が、旧掛川市、大塚町と新設合併し、新たに、掛川市が設置されると、 初代市長が選出されるまで市長職務執行者を務め、後に掛川市の助役となった。ありがとうございます。